山形県第1区は日本の衆議院議員総選挙における選挙区。1994年の公職選挙法改正で設置。天道市は2002年の区割り改定まで3区の一部であった。2002年の公職選挙法改正により山形県の小選挙区定数が一元となり、それまで3区だった天道市が第43回衆議院議員総選挙より1区に、 含まれるようになった。面積8 2 7 8 9キロ平方メートル、人口379,409人。自由民主党、聖和会出身で、農水省や総務庁長,長官を務めた民主党の鹿野道彦が中選挙区時代から地盤としてきた。しかし近年は地盤が弱体化しつつあり、2003年は自民党の遠藤敏明に小選挙区で敗れ、 比例復活している。2005年は比例復活も叶わず落選。2009年は僅差で遠藤を下して会議在多が、2012年には再び落選した。カノが引退した2014年には遠藤が民主党の新人にダブルスコア以上の大差をつけて当選した。また2017年の選挙でも遠藤が他の候補を引き離して当選した。 第48回衆議院議員総選挙山形県第一区解散日2017年9月28日投票日2017年10月22日当日有権者数30万9496人最終投票率59.80%第47回衆議院議員総選挙山形県第一区解散日2014年11月21日 投票日、2014年12月14日、当日有権者数、30万4818人、最終投票率 54.、54.23%第46回衆議院議員、総選挙山形県第1区解散日、2012年11月16日、投票日、2012年12月16日当日、有権者数、30万5571人、 最終投票率 63.、63.02%第45回衆議院議員。総選挙山形県第1区解散日、2009年7月21日。投票日、2009年8月30日。最終投票率 75.、75.71%第44回衆議院議員。総選挙山形県第1区解散日、2005年8月8日。投票日。 2005年9月11日第43回衆議院議員、総選挙山形県第一区解散日、2003年10月10日、投票日、2003年11月9日、第42回衆議院議員、総選挙山形県第一区解散日、2000年6月2日、投票日、2000年6月25日第41回衆議院議員、総選挙山形県第一区解散日、 1996年9月27日投票日1996年10月20日ありがとうございます。